命の木の実を食うと。OK。で、おお、知らせよ、たたたた、大変だ。なぜかわからぬが、魔物どもがこの町を襲うと、うおお、襲撃。なんとしてもこの町を守らねばならぬ。戦いに備えて準備を整えてくれ。我が輩もお主と共に戦うぞ。この町とピリオンを守り抜くのだ。ロロンド頼むぜ。彼の言う通り、悪しき魔物たちがこの地に迫っているようですね。ここは改めてメルキドを作るための大切な拠点。魔物たちに破壊されるわけにはいきません。棍棒や傷薬を用意して、竜王の配下の魔物たちを撃退するのです。さあ、戦いの準備は良いですか？待ってください。棍棒を作ります。棍棒を2個作ります。棍棒を3個作ります。で、いっぱい戦うよ、今日、白沢。で、服は、これボロの服って装備してたっけ？装備で、ボロの服装備してるけど、なんか壊れそうだから、1個作ります。で、傷薬を作ります。よし！じゃあ次回、竜王の配下と私知らせ戦いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしやすってことで。はい、じゃあパート2ね。竜王の配下と私、これからしやす戦っていきます。じゃあロロさんに、話しかけて、前回ね、同じメッセージを聞いてますんで、で、戦いの準備ができたんで、まあ、配慮をして戦っていきたいと思います。これが初めての本格的な戦いです。知らせ、あなたの勝利を信じていますよ。一応、負債だからね、あのね、北側の方は。おおオッケーオッケーオッケー。敵が、うわ、来た来た。うわ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 、なになになに。うわ。こうやってくんの？うわあ、ちょ。強いんじゃないですか、これ。もう隊長おられてんじゃん。来てるよ。もう外に打って出るぞ。やべ、ロロさんやられてんじゃん。ほら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 。なあ、意外といけちゃった、これ。いけちゃったよ。ロロさん大丈夫だった？いえ。知らせよ、よくやりました。魔物たちから拠点を守り抜きましたね。これで希望の旗もより大きな輝きを増し、この地を照らしてくれるはずです。危なかったね。しかし知らせ、竜王の配下の魔物たちにこの町の場所を知られてしまいました。魔物たちは人間が団結し、かつての力を取り戻すことを恐れています。きっとこれからこの町を潰そうと魔物たちが定期的に襲ってくるようになるでしょう。何としてでも魔物たちからこの町を守り抜き、いつかメルキドを支配する巨大な魔物を倒すのです。え、何ですって？そんなこと自分にできるかわからない。役割と責務とかやっぱりよくわからないですって？物を作るのは好きだが、誰かに作らされたり魔物と戦ったりはしたくないと。今はまだそうかもしれません。しかし、あなたは人との出会いの中で気づくことでしょう。特別な力を持つ者には果たすべき役割があるということを。知らせ、どうやらこの地での私の役割は終わったようです。ここからは仲間たちと協力して、あなたが謎の町を作り、メルキドの町を復活させてください。新しい地で再び会えるのを待ち、楽しみにしています。すべての精霊の導きのままに。青の石板を手に入れた。素晴らしいぞ、やったね。あ、なんか増えた。
遠くに見えた光を目指して来てみたらこんな場所があるなんてな。お、ちょっとかっこいい系のキャラ。お前は誰だ？こんなところで何をやってんだ？なんだって？ここに街を作ってるだって？へ、ずいぶんくだらねえことしてんだな。人間が協力し合って暮らすだなんて。この世界じゃ自分が生きるのが精一杯。他人のことなんか構っちゃいらんねえはずだ。とはいえ、歩きすぎて疲れちまった。少しの間、俺もここにいさせてもらうとするぜ。俺はロシ。ま、長いする気はねえが、よろしくな。お、ロッシが仲間になった。こうやって増えていくってね、楽しいね。よし。でまず、ロロさんにお礼を言わないとな。知らせ。よく魔物たちを撃退した。それでこそお主だ。それでこそビルダーだ。しかし、魔物たちにこの町の存在が知られてしまったようだ。またいつ魔物が攻めてくるかわからん。町を守る方法を考えねばならぬぞ。それはそうとお主、あの戦いで不思議な石板を手に入れたであろう。実はメリキド6で見た記憶があったな。改めて調べてみたのだが、どうやらあの石板を使えば旅の扉なるものが作れるようなのだ。何でも旅の扉を地面に置けば、自分が必要とするものがある場所に光の扉が開くのだそうだ。知らせよ、ビルダーであるお主なら旅の扉を作れるはずだ。どうだ、作り方を思いつかんか。もし思いついたらそれを形にしてみるといい。お、ひらめた。旅の扉、青。ワープ、未知の世界への入り口のある旅の扉。置くと対応している旅の扉にワープスコア。うん、置いてみっか。どこに置くんだ。でも勘違いした。俺は中人、町人ってのは、いやなる、あ、町の人ね。うん。悪いが、俺は誰かと群れるってのが苦手なんだな。うん。まずは好きにするがいい。どうだ、知らせ。旅の扉を作り出すそうか。あのような時に、あのような形で旅の扉の素材を手に入れることができるとは。これはまさしく大地の精霊、ルビスの加護なのかもしれんな。さあ、知らせ。青の石板を素材に石の作業台で旅の扉を作るのだ。ラジャー。あ、やっぱスライムの油が必要になると。さあ、桃柿の実を全部食っちゃおうかな。食う、食う、食うと。OK。さあ、石板作ります。旅の扉、青を作る。完成。おお、知らせ。ついに扉の、旅の扉ができたのだな。これで新たな土地とこの拠点を行き来することができるようになるだろう。新しい地には新しい素材がある。新しい素材があれば新しいものが作れるぞ。さあ、旅の扉を地面に置き、新たな地へと旅立つのだ。知らせ、実はな、お主の力を強め、町を発展させるために我が輩から一つ頼みたいことがある。旅の扉が開いたら旅立つ前に必ず我が輩に声をかけてくれ。てててて。わかった。わかったよ、ロロさん。じゃあ青の扉。おお、こういう形なんだ。じゃあこれを置く場所は町の中心部分にしよう。どうしよう。ここに置こうかな。町の中心。いや、ここに置こう。一段上。
セーブポイントの横だからね。お、来た来た。ノロさん、一回寝ていいかい。一回寝ますね。あ、寝てるこいつが。なに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 、敵が来た、敵が。皆さん敵、ゴーストが襲撃です。うわ、こうやっていくんだ。うわ、怖え。壁作っとかないと。とりあえず寝るか。おお、ちょっとこれもう同棲してますね。さあ、おはようございます。ノロさん、徹夜でご苦労さん。ではですね、じゃあこれから旅の扉を使っていきたいと思います。おお、旅の扉を開いたものだな。素晴らしい。なんと神秘的な輝きだ。扉の光は今お主が求めるものを得られる場所につながるという幸せ。お主には旅の扉の先で物を作るビルダーの証というべき大木槌の作り方を調べてきてほしいのだ。メルキドロクによれば、大木槌なら硬い木や岩を砕き素材にできるという。木や岩の他にも新しい場所には新しい素材がたくさんあるだろう。新しい素材で新しいものが作れる。そうすればこの町をさらに大きくできるのだ。大木槌の作り方はその名の通り、魔物の大木槌なら知ってるはずだ。あいつか。大木槌の作り方を探り、実際に作り出して我が輩に見せてくれ。オッケー。じゃあ大木槌を作るために行ってきます。旅立つ、旅立ちます。体験版であるのはここまでになる。続きは製品版でお楽しみください。ここで終わりです。皆さん、体験版ここで終わりです。じゃあですね、これからは、製品版の、まあ、ストーリーはここで終わりなんで、まあ、ちょっとね、この後、しらせ、この街をちょっと、こうね、マップがあって、いろいろこう、行ける場所があるみたいなんで、あるんで、ちょっとうろついてみます。じゃあ次回ですね、しらせ5、体験版、うろつきバージョン、ぶらり散歩旅、行ってみますんで、よろしくお願いします。よろしくね、シアス。はい、じゃあですね、体験版のストーリーはもう、こう、終わってしまったんで、まあ、ちょっとしらせはこれから旅に出て、いろいろ、見て回ってこようかなっていうところになります。じゃあ、一緒に見ていきましょう。まず、お腹が空いたら困るんで、おやつと、あと、いらないものを、こう、しまってきます。土をリフォームするための種とかあったんだ。すごいね。あとは、素材も集めてこないかな。うん、変じゃねえな、屍。うん、じゃあ、とりあえず素材集めプラス探索の旅にちょっと行ってきます。どこに行こうかな。ここに行ってみよう、まずは。さあ、キャンプ跡みたいなのがありますね。まあ、この骨とりあえず回収してるのが、骨じゃこんなに手に入んないんだ。これは何だろう。とりあえず行く場所があんまないのかな、やっぱ体験版だと。おお、あっちなんかある。お、行き止まりみたいになってて、看板に文字が綴られている。島と品をつないでいた橋は魔物によって破壊されてしまった。人間の力ではもう海や川を越えることはできないだろう。あ、なるほどね。ってことはだよ、例えばですよ、
どうなんだろう。置けるやん。ああ、不思議な力で弾かれちゃう。やっぱダメなんだ、いけないんだ。あははは！嘘でしょ？ああ、12ダメージいいんだ。知らせまさかの死をね、今予感しましたよ。あ、そうなんだ。でも結構ね、今のちょっと、反対岸に行く技術を手に入れまして、今、土があれば、結構延々とどこまでも行けちゃうみたいな感じですね。土をちょっと、いっぱい持っといた方がこれいいですよ。よし、こんなもんで。まあ、木槌がないから、この木とかはまずね、今切ることはできません、体験版では。だやれる、作れるもんとか、やれる幅がだいぶ狭まってはいるんだけど、まあ、その中でもね、ちょっと楽しんで、ちょっと奥の方探検してみます。お、木の台。こんなとこにもあったんだ。じゃあ、しらせはこの木の台を壊して、持っていく！キノコもこれもまた飯作れるからな。はい、食う食う食う。よし、特に意味がなさそうだな。ぐるぐる回ってもあんまり何も見つかりませんね。キメラがいたとこだな、前回。まあ、とりあえずやっつけっか。普通に当たるだけでダメージなんで、あっち側に行けんのかな。怪しいね。ちょっと登ってみっか、あっち。よし、なんでこっから。おお、メラ。うわあ、危ねえなこいつ。ここから登っていきますか。まず奥、ほら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 。え？こうやっていけるわけですよ。さあ、こっちには行ったら何があるのかな。向こう岸があったね。うわ、何あれ。皆さん見つけました。何か見つけましたよ。ちょっと待てよ、おい。安全に降りれんのかな。